防音室自体をね、浮かせて作ることによって電気配線とかが自由に行えるっていうのを、まあ、防音室の外側を通していただいている形になります。浮き構造を作る建物の中っていうのはなかなかね、お見せする機会がないので。皆さんこんにちは、防音アドバイザーバドシーン並木です。このチャンネルでは音にお悩みの方にプロの知識と情報を発信しています。今日は我々が作る防音室、この防音室の作り方もちょっと把握できるのと、我々が浮き構造と呼ばれる防振をね、しっかりと取るために、建物の躯体、建物の壁、床、天井から防音室自体をね、浮かせて作ることによって電気配線とかが自由に行えるっていうのを、現場の方でね、撮影をさせていただいて、欲しいところにコンセントを持っていくとか、やっぱレイアウトって変わるじゃないですか。防音室の中、自分で作る場合もそうだし、我々にご依頼いただく場合もそうだし、楽器とか置く位置とかもね、もともとの部屋とは変わってくることが多いので、そういった位置に合わせてね、コンセントとか照明とかっていうのもしっかりと計画していけるっていう内容の動画を発信したいと思います。なので動画見ていただければ、電気配線をどういうふうに電気工事士の人に依頼して行っているかっていうのも把握できますし、空間が空いてる、あ、ここに線通せるんだねみたいなものも分かって、浮き構造と呼ばれるものがより理解できるようになると思いますので、ぜひあの動画の方を見ていただければと思います。で、我々防音室の方、こうやって作ってるんだよっていうのを発信する形にはなりますので、防音室の体験とかしたい方はご連絡をいただければと思います。じゃあ早速動画の方見ていただければと思います。今日は戸建て住宅の防音室の現場にちょっとお邪魔してですね、電気工事、大工さんと電気屋さんが工事を進めてる内容で、防音室の電源っていうもの自体、コンセントとかスイッチとか、そういうものがどういった形でこう音が漏れないように施工してるかっていうのを皆様に少しお見せできればと思います。早速防音室、こんな感じでこう浮き構造ね、建物にはこう接触をさせないでこう骨組みを組んでいくわけですけど、まあ、床ももう防振の床っていうのはもう完全に出来上がってます。でそこに今電気屋さんの方で配線組とかっていうものをちょっと配ってもらってるところになります。だから 100V の回路が何個あって、でそれをスイッチとか照明とかコンセントとか、あとエアコンとかっていうところにこう割り振っていってですね、あと換気扇もか、それをこう電気工事として今防音室の外側を通していただいている形になります。で、バドシーンの防音室、今回これ建物の外と中で D55 で、建物の中同士、まあ、こうお隣の部屋がね、ここ窓がつくんですけど、お隣の部屋で D35 っていうのを実現するお部屋になるんですけど、こういった形でこう、例えばここはランですね、ランとテレビってこれランとコンセントがつくのかな、ここは。でそういうところも防音のボックスで覆ってる形になります。ね、上から配管が来てるんですけど、でこうやってエアコンっていうのもこんな感じで防音のボックスの中にこう覆われてる。なのでこうでプレートとかがつくと穴が開いちゃうんですけど、ここから音が漏れないように事前にこう処理をしてる形になります。仕上がっちゃうと普通の部屋なんですけどね。でこうやって換気扇に関するものとかも外壁を貫通して換気扇を接続するための穴がすでに開いていて、防水処理っていうのもされている状態になります。
で、あとここがスイッチか。スイッチですね。ここのスイッチに今からこう電気屋さんの方で配っている配線とかが最終的には集まってくる形になります。でまだね、ここ断熱とかも入れてないですし、全体的に我々がよく使うタイガースーパーハードボードもまだ貼られてない状態ですけど、こう浮き構造を作る建物の中っていうのはなかなかねお見せする機会がないので、皆様にはちょっと分かりやすく浮き構造がどうなっているかっていうのが伝わるんじゃないかなと思います。天井ももちろん建物から切り離して組まれています。これ今回何回路？3回路。3回路を照明とコンセントと換気扇とエアコンか、それに割り振ってる感じだね。こんな感じで防音室の大工さんと電気屋さんの方で協力していただいて、こう先行でね配線を配ることによって、こうリフォームの場合だと自分の好きな位置にコンセントを移設できる。で新築の場合とかだと、もうここにこのコンセントをつけるみたいなものが決まってるので、それに合わせて施工していってる形になります。なのでリフォームの時にも、例えばこうね、ここにアップライトピアノを置いちゃうとコンセントが隠れちゃうとかってなった場合で言うと、こういう形でコンセントとかを移設してより使いやすくするっていうのを我々の防音室では取り組んでいきます。なのでザザッとこっからね、大工さんの方でバン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 進めていただく形になるんですけど、今現状は防振の床が完成していて、そこに浮き構造の骨組みが組まれている状態で、その浮き構造の背面を利用して電気の配線を取り込んでいるよっていう状態になります。こうやって隙間が空いてるんでね、この間を、配線を通すスペースとして利用していってる途中になります。なのでこういった防音室の経過っていうものも動画で配信していこうと思いますので、ぜひ、参考にしていただいたり、私たちの防音室がどれだけこう精度が高くて、なおかつ性能保証もしている防音室なんだっていうのを認識いただいて、私たちの会社にお問い合わせをいただければと思います。はい、じゃあ本日も最後まで動画の視聴いただきありがとうございました。防音アドバイザーバドシーンのみきでした。ありがとうございました。